遠藤航の交代が裏目に、遠藤航の重要性に改めてスポットが当たる。皆さんこんにちは、ミンサカニュースです。プレミアリーグで首位を争うリバプールはここ数試合で少々失速気味となり、チームの失速とともに遠藤航選手の評価もやや低下気味に。ですが昨晩のトットナム戦で改めて遠藤選手の重要性が再評価されているようです。今回はそちらについて見ていきたいと思います。記事はサッカーダイジェストから。指揮官が采配ミスを示唆した。現地5月5日に開催されたプレミアリーグの第36節で、遠藤航が所属する3位のリバプールは5位のトッテナムとホームに向かい、4-2で勝利を収めた。モハメド・サラーのヘッド弾で16分に先制したリバプールは、44分にアンドリュー・ロバートソン、50分にコディ・ガクポ、60分にハービー・エリオットのシュートで加点し、4点をリードする。しかし64分にアンカーの遠藤と左サイドバックのアンドリュー・ロバートソンを下げて、ステファン・バイチェティッチとジョー・ゴメスを入れてから雲行きが怪しくなり、73分に失点。さらに75分にインサイドハーフのアレクシス・マカリステルとライアン・フラーフェンベルフに変えると、ますます中盤が機能しなくなり、77分にソン・フンミンのゴールで2点差に追い上げられる。なんとかリードを保ったものの遠藤を下げて、今季は怪我で帳消し、プレミアリーグでは初出場となった19歳の交代が裏目に出たのは明らかだった。リバプールの専門サイト This is Anfield は、クロップ監督は BBC スポーツに対し、長期的な離脱から回復したこの段階でバイチェティッチを投入したのは手落ちだったと示唆したとし、ユルゲン・クロップ監督のコメントを伝えている。我々が加えた変更、もう一度全く同じことをするかよくわからない、そうジョークを言ったドイツ人指揮官は。でも真っ赤マカリステルは、上がったり下がったりしながらずっとプレーしていた。渡るもね、トレーニング中のステファンはとても良かったんだと交代理由を説明、久々の出場にしては強度が高すぎたと指摘している。でも今日は明らかに見ただろう、彼が出てきて自転車で高速道路にやってくるようなものだった。適応するのに時間がかかり、最初のボールが良くなかった。その後にゴールを決められ、突然全体的に組織がなくなった。今シーズン限りで退任する東証は、しかし我々は長い間彼らトッテナムをコントロールした、それが明らかに最も重要だ、来シーズンは他の誰かが解決してくれるだろうとこの話題を締めた。4点差あったからの交代だっただろうが、特に守備で効いていたを下げるにはやや時間が早すぎたのかもしれない。このように報じています。ここ数試合リバプールの不調に引きずられるように遠藤選手に対する評価も若干厳しいものとなり、一部では今季限りなどといった報道もありましたが、やはり遠藤選手がチームにもたらす安定感は素晴らしいものがありますね。では次に地元メディアの評価も見ていきましょう。リバプールエコーは採点記事で6点を与え、序盤は試合のペースに苦しんだが先制点で重要な役割を果たし自信を深めたと尻上がりのパフォーマンスを称賛。さらにスクウォーカーは7点をつけた上で、背番号3とアンカーの前任者であるファビーニョ、現アルイテハドと比較しこう綴った。レッズの練習場で初めて顔を合わせた時、ユルゲン・クロップ監督は遠藤に君が必要だと言った。今日の結果を見ればこの日本代表がファビーニョの後を難なく継いだ理由がわかるだろう。リバプールエコーはもろ手を挙げての評価というわけでもないようですが、尻上がりに調子が上がってきたことを評価し、スクウォーカーは改めて遠藤選手を再評価しているようです。では次にこの試合の遠藤選手に対するネットの反応を見ていきましょう。遠藤は前半を難なくこなしたが、後半は途中から明らかに動きが重くなった。遠藤も今の自分の影響力が交代によって引き立ったし悪いもんじゃない。完封勝利は気分のいいものだけど、4点もリードしてた試合なのだから、若い選手に苦い経験を積ませるのも大事なことだよ。4点あるし、他の誰かのために経験させておく、もしくは主力のリスクマネジメントもしておく、
4対2にはなったが素晴らしいと思うよ。どっかのネット記事にクロップの後任監督が来季は遠藤を外してワイチェティッチをアンカーに据えるとか勝手なこと書いとったな。この試合見てまだそんなこと言えるんかいな。4点あるし来年のための交代なんだからむしろいいと思う。遠藤交代でトットナムは楽になっていた。若手との交代だからクロップもある程度攻められるのは覚悟の上だろう。久しぶりに昨日の遠藤らしさが出ていて見ていて楽しかった。最高やった。バイチェティッチは楽しみにしてたけどな。まだ試合感が全然戻ってなかったね。来シーズンに期待。いなくなって気づくはまさにそうだろうな。いるときはどれだけ守備に奮闘してるかわからないだろう。冷遇されるなら出た方が良い。新監督はなるべきクロップ色を排除したいだろう。まだ来てもいないのになぜ冷遇されるとなるのか。そもそも D ミッドフィルダーの枚数足りてないし。後半いきなりドエライ取られ方したけどそれ以外は良かったと思う。パス出し上手くなったな。クロップは遠藤の重要性を分からせるために大差になった時点で遠藤を下げたのかな。4点差もあったし休ませる意図の交代だったね。遠藤選手が聞いていたのはもちろんだけど交代して入ってきた43番がちょっとって感じでしたね。アンカーは遠藤選手かマックアリスター選手しか現状難しいように感じますね。遠藤とロバートソン外した途端分かりやすく中盤が間延びしたことでマディソンが生きてしまって一気に流れ持っていかれたな。来季の遠藤は構想外だとかドイツへ戻るだとか好き勝手書いといて今度はチームに不可欠とかどっちやね。さまざまな声があるようですね。一時遠藤選手は使われすぎてコンディション不良や細かい怪我が増えた印象でしたが、そういったこともあってか最近クロップ監督は遠藤選手をフルに使うことを減らしている感じもします。昨晩の試合は4点差ついたということで今後のためにも若手選手を使ってみたんだと思いますが、結果として2点は取られましたが勝ちはしているので監督としては最低限 OK な試合だったのではないでしょうか。クロップ監督最後のシーズンでの優勝は正直難しくなってしまいましたが、シーズンも残りあと2試合となりましたので遠藤選手およびリバプールにはこの2試合とも勝利できるようぜひ頑張ってほしいと思います。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると今後の動画制作の励みとなります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。